ルデルタ付近で見つかった SCP-208 の彫刻。アイテム番号 SCP-208。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル彼の従順な態度により、最小限の封じ込め手順が SCP-208 に適用されることになっています。一人用のカウチと様々な時代の北アフリカの音楽を蓄えたステレオを備えた、伝統的なエジプト形式で装飾された10メートル ×10 メートルの部屋に SCP-208 は収容されることになっています。封じ込め外での全ての運動の間監視が維持されることになっています。SCP-208 はサイト、17の医療棟で働くことが認められています。説明 SCP-208 は背の低いがっしりとしたエジプト男性で、彼の体には過分なほど多くの毛を所有しています。彼の額に沿って形状と色がライオンのものに類似した縦髪があり、顎ひげの旗まで垂れています。一般的に SCP-208 はエジプト公国軍の代表的なものに類似したエジプトチュニックを着ていますが、時折これは現代の軍の作業服と取り替えられます。SCP-208 は有機生物の範囲内で急速に細胞の再生と再構成を誘発する能力を持ち、それによって多くの身体的な疾病を急速にかつ効果的に癒すことができます。これは SCP-208 の体から放出される独特な形の電磁放射によって実行され、自由度が3よりも4の振動する波長に影響します。電磁放射は珍しい脈現象を見せます。さらに、放射エネルギーは逆二乗速モデルと互換性のない距離以上では衰退します。この放射線は自然な状態では SCP-208 から少量発せられ、集中すればより大量に放出することができます。職員が SCP-208 のそばにいると健康とくつろぎをもたらすことに気づき、セキュリティスタッフから人気が出ました。本質的に悪意ある存在に身体的障害をもたらしかねないほどに、悪い意志を跳ねのける能力を、放射線はまた備えています。何がこれを引き起こすのかは知られていませんが、SCP-208 立ち会いのもとで死刑囚棟から連れてこられた D クラス職員への MRI スキャンの結果、未知のファイアリングニューロンのパターンを発見しました。それと同時に対象は極大な不安感を覚え収容室から逃亡しようとしました。神経活動が人間の対象に強いストレス反応を起こし、本能的に、戦うか逃げるか反応を促進したものと推測されます。それが人間以外の対象に影響を及ぼすかどうかは未だ知られていません。その外見に関わらず、SCP-208 は陽気で職員に好意的で社交的です。好意的な振る舞いと協力的な意思のため、SCP-208 はサイト、17内の大部分の共有エリアへの出入りを許可されました。SCP-208 は多くのスタッフには、ベス、として知られており、その性質に適した身分であるサイト、17の医療棟の助手として採用されました。SCP-208 はまた子供好きであり、彼が罪なき者と考える者を厚く保護する点も注目されました。SCP-208 が攻撃的な姿勢を見せた唯一のものは蛇で、心からの憎悪を見せました。ナイル川に沿って SCP を捜索中に、SCP-208 はエジプトにて発見されました。ナイルデルタの沈殿物を SCP のエージェントが掘っている間に、博士は川底からニョッキと突き出た足を見つけました。さらなる発掘により、それが花崗岩の大きな塊と繋がっていることがわかりました。回収されセクターへと運ばれ、SCP-208 がまだ生きていることに気づいた研究者を驚かせた後、岩から掘り出されました。試験が終了した後、SCP-208 はセーフクラスの SCP としてサイト、17に移動させられました。ホイ208、ASCP-500 との比較検定より、そちらの方がより良い治療効果が得られることがわかりました。SCP-208 は、でも俺はあっちよりちょっとはマシなジョーク言えるよ、とコメントしました。